フリオーソ、エスポワールシティ、トランセンドの勝負服がゲーム内に登場。に対するみんなの反応。シティさ可愛いべ。ギャルだべ。またギャルが腹を開けてるべ。シティさのへそが見える勝負服たまらねえべ。なんだべこの勝負服。ワンナイトいくらだべ。運営はシティ感をなんだと思ってるの。雪乃はシティ感をなんだと思ってるの。シティ感はみんなドスケベ勝負服だべ。フリオーソかわいい。三人とも私服的勝負服だね。ダートはカジュアル系なのかな。いやアイドルもいるな。シティさにも来てもらうべ。シティガールであれば、ゴールドシティである必要はないからな。フリオーソくんのフリオーソくん感。やめろ。フリオーソみたいな堅物っぽいこの勝負服が、女の子らしさに溢れてるのは俺に聞く。王道っぽい感じもギャルっぽい感じも見ないべ。この勝負服だと樽前山に並ぶ高さのトランセンド山が目立たないのか。バックで胸を強調する新しい見せ方だべ。トランセンドもしかしてかなりのデカパイ？フリオーソの髪型そんな円になってたんだ。中央に留学しても舐められないように、船橋トレセン学園の人たちがあつらえてくれた可愛い可愛い勝負服なんだ。中央に負けないデザインをお金を出し合って、プロに発注してくれたんだよね。あとの二人もシティにしてやるべ。なんなのサイゲは俺をダート沼に沈めたいの？地方特有のジョッキー固有の勝負服ちゃんと反映されてるな。勝負服、もうゲーム内に登場したのか。昨日のトランセンド実装発表といいすごい速さだな。シティあるかぶりすぎだべ。やめてくれ。全員引きたくなっちまう。ギャルはなんぼあってもええですからね。ちゃんとと先の赤い星だ。何度でも言うけど雪乃の一人称普通に私だ。やっぱりファルコって地下アイドルでふざけてるけど怖いのでは？スピ根性1200超えてたけどスキル取ってなかったから負けました。田舎っぺはシティがあるなら何でもいいんだな。エスポくんあんまりシティ感らしさないな勝負服。いやまあ実際らしさあるのはタップだけなんだけども。もしかしてトランセンド結構良いから出してる？あれ？お、パイでかくない？こういうサブカル系女子でお、パイでかいのずるくない？私服すごいな。服着たブルボンみたいだな。トレーナーとはほぼマブダチ。フリオ。アキュートと同質確認。おばあちゃんと現代っ子の孫。同期なんよねー。アキュートさん、この娘と同質なら携帯の使い方聞けばよかったんじゃ？どういうことだよクソ。トランセンド勝利ポーズ。一般。揺れすぎー。やばい好み。でも今石残ってるユーザーがどんだけいるかって話よ。顔が妙に小さく見えたのは、ボディが立派だからか。俺この子のこと好きかもしれん。ちょろいオタク。わかるよ。トレちゃんちょろいねー。趣味がすごいあって友達みたいな距離感なだけなのに。固有演出かわいい。覚醒スキル強くない？リッキーと一緒にちゃんみ嵐回る未来しか見えない。メガネしてない方がかわいいだろこの子。ギャップもえぞくぞくするでしょ？ギャルゲの攻略不可な情報くれるキャラって言われてて笑った。攻略したいなと思ってたら自分の攻略情報教えてくれるサブキャラ初めて見た。メガネキャラかと思ったらメガネ外すキャラだった。元ネタがパドックまではブリンカーつけてレースになると外してたらしい。メガネキャラってか、普段はメガネかけてないけどファッションとしてメガネつけてる系だった。なんでメガネかけてんだろ。おしゃれか？おしゃれだよ。レース中はガチだからだてメガネを振ってホームセリフある。こういうサブカル系の子そういやいなかったなって。俺はこういう子がしっとりする展開に弱いぞー。あんまりにも程よい距離感で来るから、俺この子のこと好きになっちゃうよ。なんか育成前から距離感がおかしいなこいつら。わかってんじゃん。
嘘、こういうの好き。こういう子がダートで砂まみれになりながらバチバチにやり合うんでしょ？オタクくんはそういうのに弱いの。キャラストで動いてたエスポワールシティもめっちゃ可愛かったな。ギャル感可愛すぎる。メスがキーベ。なんか最近実装されるキャラ垢抜けてるな。初期キャラって2016年発表のもいるから、10年前の流行でデザインされてるのもいるだろうしな。よくわからんけど回してしまった。6すり抜けで、ぬかと思った。ダウナーな声でトレちゃんっていうの良すぎない？キャラストで振りを襲いたけど、あの子もマヤの射程になるのかな。リアル全く知らんけど、ソシャゲで震災シーンあるよなんて警告初めて見たけど、結構お辛いお馬さんだったのか？むしろ沈んでる日本に希望を与えてくれた側。G13 勝目のレースが東日本大震災直撃で、水沢競馬場が前回判定一歩手前まで壊れて、緊急避難的に東京でのレース会場に変わった。この年の南部杯だけ主催も JRA だから、中央ダート G1 を年に3勝っていう今後破られるかわからない記録が生まれてしまった。特殊な状況の重賞を複数勝ってるところからサブカル好きなのかな。トランセンドの名前も影響してそう。なんでこんなキャラ出すの？石もチケットも残ってないのに悲しいじゃん。もう引くしかなくなっちゃったよ。前の尾行で初期から中盤くらいの馬娘は全員実装されて、これからは比較的最近出た馬娘になるのか。実装待ちで一番古いの1周年のちょっと後発表の鶴ちゃんだね。もしかして 3.11 に合わせて実装された？ちょっと過ぎてるけど。最初に震災に触れる役目にトランセンド選ぶのが馬娘らしい。ノースヒルズの色合いとキャラ性がベストマッチすぎてすごい。こういうこと3年一緒にいたら、トレちゃんの女性感とか友達感がバキバキにされそう。見た方がいいですよ。無料で見られるトランセンドのキャラストーリーは。デジタンが平成のオタクでこっちは令和最新オタクって感じ。これコントレイルくんのダービーもかなりがっつりありそうだな。まだ収まってはいない災害だけど。無観客で3冠達成してからの満員のジャパンカップで引退は、シナリオとして完璧すぎる。デカパイで友達付き合いできて、趣味の合う俺のことを好いてくれる馬娘。最強じゃね？このゆるーい感じで付き合ってる男女が、既婚の方が社会的にちょっと有利だし、便利だからみたいな感じで婚姻届け出すやつ。まだオープニングだぞ、どうなってんだこいつら。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。